これはなんか俺の目線の話なんだけど、生きる目線の話なんだけど、はい、俺はなんかさ、育っていく過程で、美術、絵を描くことでこうアイデンティティを形成してきたみたいな、まあ、自分を形成し、自分自身を形成してきた流れがあって、まあ、子供の時から絵を描くことは好きで、で、絵描くと褒められて、でも多動症児で問題児だったから、他のことで褒められることがほとんどなかったんで、だからもう小学校の時とかさ、もう本当授業中とかもさ、全然こうね座ってられなかったりとか、先生が本当困り果ててこう泣くみたいな状況がめちゃくちゃ多くて、もう顔面持たれて頼むから座っててみたいな、そんなこうことをこう泣きながら言われたりとかして、はいとか言ってんだけど全然もう無理みたいな、立ち上がっちゃうみたいな、なんかでそんな感じでさ、でまあなんかやっぱりきっかけってのはさ、なんかそんな俺でも描いた絵が褒められるわけよ、でなんかもう俺は調子に乗るっていうかさ、なんか人生そのなんか子供の時褒められることってそれしかないじゃん、わけじゃん、多動症児問題ばっかり起こしてんだから、だからでうちの親父がまあもうなんか人生一つぐらいなんかこうでき得意なことがあれば生きていけっからみたいな話を言ったんだよねおまあそれがあって、なんかあ俺はもうじゃあ絵を描くことだなっていうふうにもう子供の頃から完全に思ってて、なんかそれでもう勉強はもうある意味もう完全に関心がなかったし、いらねえって思っちゃって、俺は絵で行くぜ、そう絵さえできりゃ いけるんだみたいななっちゃってて、だから全然勉強やんないでそうそうそうではいたんだけど、はい、でも毎回でもねちゃんと1学期2学期とかそういうで終わるね通信簿とか出されると、もう CCCC 美術だけ A とかあと全部 C マイナスみたいなひどみたいなアンダーみたいな、そうそう、そんなような感じでさ、でとにかく何もう先生のコメントは落ち着きがないって書かれてるみたいな毎回そう毎回そんな感じでさいや、まあ、あとなんかその右と左が小学3年生でやっと理解できたんだけど、それぐらいなんかね頭の中でなんか、なんだろうな、その右と左という概念って、はい、とかなんかその、なんだろうな、これはこうだよって言われても、その概念的に理解するのがなかなか難しかったんだよね。右と左っていうさっていう、例えば方角を指すことと右と左とかが全てごちゃ混ぜなわけよ頭の中で。ああ、なるほどなるほど。だから概念として、これ右って言ってるけど東じゃないのとかさ、はいはい、そういう感じっていうかさ、なんでなそれが分かんないみたいな、あっちゃこっちゃもういっちゃって頭がいってさ、だから分かんなかったんだよね、その中で頭の中混乱してるみたいな感じ、で結構俺ってそういうことが頭の中で結構起こってて、だから勉強できないわけよ、なんでそれがそうなのっていうことになる、だから なぜこうなんだ先生がさ黒板に書いてこれはこういうことですよって、なんでっていうふうになっちゃうんだよね、なるほど、分からんみたいな、A の答えは A ダッシュです、はいって言われても、いや、なんで？なんでっていうね、なんか理屈が分かんないみたいな、なんかね、なんかそんなことが結構多くて、で、なんかあんまりこう、まあ、分かんねえしみたいな感じで、こう、勉強に関心がなくて、シンプルに絵を描くっていうことにハマってて、だからまあ、それで、まあ、そういう気質みたいのが、こう、ね、こうあって、で、まあ、俺もずっとやっぱ絵ばっか描いてきて、でね、俺のなんか人生の中で一つの転機としてあったのが、中学生の時に1学期終わって引っ越しがあったんだよね、でそれまではもうめちゃくちゃだったよ、もう多動症児の俺を知ってる連中ばっかりいたわけで、あ、なるほど、でちょっと全く違う世界に行くみたいな感じで、はい、ちょっと俺このままだとちょっとやばい人間になるかも分かんないみたいな、ちょっとその時思ったんだよね、あ、まあ、中学生でちょっと物心もついてきて、思春期で、このまま子供のまま行ったらちょっとダメかもなみたいな思ってちょっとこう別の俺みたいな、こういうのこう社ある意味さ、だから本質的な俺と社会的な俺みたいなさ、まあ顔でねペルソナこう作ってって、はい、でもまあとはいえなんか結構さ、子供の本質の俺がさもうやんちゃだからさ、もうすぐ表面化していくんだけど、出ちゃうんだけど、でも一応どうみたいな、そういうところもありつつね、はい、でなんかそんな感じでこう、まあ
高校生高校生ぐらいだったらもうその頃なんかイラストレーターとか漫画家になりたいみたいな感じでさ、うんうんうん、結構絵描いたりとかしてて、はい、でまあ高校は農業高校行ったけど別に農業ね別に興味がなくて、うんうん、勉強はあんましなくていいから入っただけであって、うんうん、でまあ大学行く時はねもう美大受験したいっつって、うん、農業高校から美大受けて、はい、でまあね絵はやっぱり大好きだったから、うんうん、もう飲み込みが早いっていうかさずっと描いてきてるし、うんうんうん、だからデッサンとかやってもさ割と早く上手くなるっていうかさ、うーんそうそうであとプライドがあるからさ、うんうん、俺は絵しかないっていうプライドがそこに対しての負けん気はめっちゃ強いんだよ。なるほどなるほど。だってそれがダメだったら俺ダメってもう存在理由がないぐらいの、だからなんかこう絵とね俺がね同化してきてる部分が結構あって、でそれでまあ大学入った後に、うん、なんだろうな入ったら、まあ、それまではイラストとか漫画とかそういうの描いて、はい、まあ、それ好きなものを紙に描いてたんだけど、うんうん、なんかその大学入ってそれがやっぱ版画の科だったんだけどさ、はい、まあ一応絵画っていうかさ、うん、アートの方でじゃあ大学入る前にはデッサンとかいろいろさ課題が与えられてやってるのがいきなり何もなくなるわけよ。課題なんかは、うんうん、そういうアート系、ね、ファイン系のものっていうのはさ、うん、だって好きな表現をあなたの表現をしてくださいが答えだからさ。なるほど。はてそこでさほうほう俺の表現俺ってなんだみたいなことにぶち当てるわけよ。おお、うん、急にいきなりね、うん、でそれまではさなんか漫画っぽいなんかこうイラストとかそういうの描いてたけど、うん、いやこれが果たして俺なのかなみたいな、いやいやもっと違う俺があるんじゃねえかとかさ、うんうんうん、俺探しみたいな俺が探すみたいな。だからそれがさもうこうある意味白い画面っていうのはさ、うん、無限じゃん、はい、何してもいい確かに可能性しかないじゃん、うんうん、そうそう、うんうん、でその中で俺を表現するっていうことは俺ってなんだ、うん、なんだろうなみたいになって結構混乱していくんだよね、うん、でまあいろんな絵を描くわけよ、はい、もうなんかさエスキース帳ってさもうこういう紙にさ、はい、俺もう何百冊描いたか分かんないぐらいですいつも落書きしてさこれ俺かなみたいな、どうかなみたいな、うんうん、まあとにかく描いてみようとか無意識で描いてみようとかさ、うんうん、無意識ってなんだとかさどんどんわけわかんなくなってくるね、うん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 、これは無意識で描いたけど無意識今の俺の無意識だけど、うんうん、でもこれが俺なのかなみたいな、なんかこうブツ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 その時思いながらいて、はい、でその時ちょうどまああれは俺モノクロ銅版画っていうさ、はい、版画の技法、版画の科だったからさ、うんうん、まあ、銅版画が結構気に入って、はい、で銅版画って基本的にあんまりカラーってこうやりづらくてモノクロの絵なんだけどさ、なんかまあその時モノクロにハマったんだよね、はい、うん、なんか俺モノクロの絵描いててさ、うんうん、モノクロのなんかさ幾何学的な模様を交えた風景画みたいのを作り始めて、はい、とりあえずこれが俺かもわかんない、いやこれがとりあえず今の俺だみたいな感じでこう作品を作り始めて、うんうん、でも大学1年生ぐらいでさ結構国際コンペとかさ、はい、ちっちゃい作品のコンペとかとりあえず出してみたらさ、うんうん、いきなり入選とかしたりとかして、おなんかいけてんのこれみたいな、うんうんうん、って思って、まあ、作品作りしたんだけど、なんかこれまま俺この作品いいのかなって思っていながら作ったんだよね、うん、これが俺かな、何なんだろう、分からんけど、うん、俺かもしれないみたいな感じの、うんうん、感じで作ってるわけよ、はい、でそしたら大学の、まあ、特別講義みたいなのがあって、うん、はい、池田正雄っていう絵描きさんが来て、はい、まあ、有名な絵描きさんなんだけど、はい、でその人が来て、まあ、講演会聞いて、うん、講義聞いて、うん、でまあ終わった後作品を見せていいみたいな話があって、うんうん、でそれで作品見せたわけよ、はい、とりあえずこのモノクロの俺を見せようみたいな感じで見せたら、うんうんうん、はい、これ君完成されすぎてつまらないねっつって、お今すぐやめなさいって言われて、すごいですね、マジかと思ってこんやろうって思ったけどね、その時はさ、うんうん、もう俺がアイデンティティをかけてもうね、同化してるからさ、はい、俺を否定したなこいつこの野郎みたいになって、ね、ふざけんなこの野郎みたいな、はい、ちょっと見返してやるぞとか思いながらもうめっちゃ引っかかってんね、心の中にさ、うんうんうん、俺の中でもどっかこれが俺かなって思ってるところもあるから、もう完全に見透かされたみたいなのがあって、はあはあ、でも意地を張る俺もいて、うんうんうん、いやふざけんなもっとこれを高めてもういったるみたいななってるやつと俺が分離していくんだよね、はい、いやいやちょっと違うんじゃねえかみたいなところがあって、で俺全然違う絵も描き始めるんだよね、でその時に、ね、うん、なんかちょっと違う絵をちょっと描いたりしつつ、なんかこうちょっとそのモノクロの絵も描いてて、全然
俺が分離して初めて、だから割とこう抽象的ななんか絵とそのモノクロの風景画みたいな、どう合わせても別人が描いたみたいな作品がこう出来上がってて、でまあその時に大学の先生とかにさ作品を見せてさ、お前はどっちだって言われるんです。お俺、いやこれも俺なんですけどこっちも俺なんですよね、どっちですかねみたいな、もう俺もすら分からんみたいになってきてさ、どっちかにしなさいみたいなこと言われて、あそうなんだ、俺はどっちだろうなみたいになってて、でやっぱりそこで池田雅夫さんに言われた言葉っていうのがさ、完成されすぎてつまらんみたいな、やめなさいみたいなさ、まあ、そう言われてみればなんか思んないっつうか、なんかこう完成度は高い風なんだけど、なんかがドカンとこないっていうかさ、でその時にあの俺結構さ、まあ、あの美術の展覧会とかすっげー見に行ってたんだけどさ、はい、そんな中でなんか俺の中で衝撃を受ける作品っていうのが、うん、あの障害のある方たちの作品とか、はい、うん、なんかこう精神病んだ人の作品とか、うん、そういう作品にドカンとやられるっていうかさ、なんかダイレクトに何か気持ちが入ってくるみたいな、だからそれ全然美術教育受けてない人たちの絵とか、はい、うん、アウトサイダーアートって言われてるんだけど、まあ、そういう作品になんかドカンとなんかなんだろう、このわしづかみされるなんか感じっていうかさ、なんかこれぞなんかこうアートのあり方っていうかさ、うん、だから俺の技巧的にうまいとかさそういう次元じゃない、うん、そんななんかもので、うんうん、そういうテクニックで見せてるなんか全然チンケロ、だってテクニックないんだよそういう人たちの、うん、でも作品はさバシンとくるっていうかさ、うん、なんだろうなそれとかさすげえ思わせて、あとその大学の同級生でね超天然の女の子がいて、うんうん、あのなんか俺のさ俺がすげえ細かくさ作品こう削りながらさ、うんうん、そのモノクロの作品作ってると隣でさ、うん、針一本でさベキ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 って落書き書いて、はい一点終わりみたいになってる女の子がいて、はい、その絵がめちゃいいんだよね。あいいんだ。で、うん、そうすげえいい作品作ってて、うんうん、でなんかなんだろうなこれっつうかさ、うん、なんかいろいろすごい考えさせられることがとかあって、うんうん、あとすごくこうあの細かい絵を描くな同級生の友達とかもいたりとかしてさ、はい、結構おもろい仲間に囲まれてさ、うんうんうん、で俺なんかはさすげえその中でもさこうあの割と器用な方だからさ、うんうん、あのずっとねあの子供の頃は絵はやってたからさ、うん、なんかテクニックもそこそこあるんだけど、なんか俺が俺っていう人間が本質的に伝えたいことつうか、うんうん、その俺自身の表現ってなんだろうっていうことがすげえずっと頭にあって、でやっぱり最終的にそのモノクロの風景画をあこのままじゃあのこれがなんか本当完成しているからもう面白くないからやめなさいっていうのが、うん、すげえ腑に落ちてくることになってくるんだよね。ああそうなんですね。そうそう、でそれでやっぱそれを手放し、でもそれ手放すのに俺3年ぐらいかかってるんだけどさ、でそれ手放した後、うん、完全にさもうそれ大学院行った時だよ、はい、大学院1年生で、はい、大学院行ってるやつらがみんなそれぞれテクニックすげえさ技持ってて、うんうん、あのいろんなコンペ出してもう入選してるような連中同級生がいる中で、うん、大学院1年生であの、まあ、1年生の途中で展覧会やってね、そのモノクロの絵をもうやめる葬式みたいにする展覧会をやったことあるんだよね。おでモノクロの絵でもさ今まで作ったのを全部展示して、はい、もうそれ以降その作品はもう描かないようにしようって、へ一応それで自分で区切りをつけて、はあはあはあ、でそれでそこから何もなくなっちゃったわけよ俺は、うん、もう、うん、そいつを捨てて、でその落書きみたいな、とりあえず俺は絵を描くことが絵を描くことの根本ってなんだろうっていうかさ、うん、そこまでまず最初の源泉に戻ろうと思って、うんうん、家にも帰ってさ、うん、何あの幼稚園生の頃に描いた絵をさまだ撮ってあってさ親がそれ見て昔の、うんうん、それ多分一番なんか俺の歴史の中で最古の無垢に紙に向かって描いたものみたいな、はい、なんじゃこれみたいな、はい、だからある意味アウトサイダーアートと近いさ、なんかこ う,、ね、かこうダイレクトにさその、うんうん、気持ちがさ紙にこう入ってる感じが、なんかある意味さなんかまあ俺のなんかその車に構えた気持ちがダイレクトに入ったのがモノクロの絵だったかもわかんないけど、なんかもっと人間らしいっつうかなんだろうな純真 な何かみたいのがそこにこう描かれてて、いや俺はそこから絵を描くって
だから紙に気持ちを伝えるっていう意味で、うん、まずそこにちょっと一回戻んなきゃダメだなと思って、うんうん、でもう本当クレヨンと自由帳みたいなのさ、うん、でそれでとりあえずこっから始めようみたいな感じで、うん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 、大学院1年生で幼稚園に字に戻るみたいなで落書き始めてでも大学院は大学全然行けなくてさその時さもう精神的におかしくなってさもうだってもうある意味同化してるだからさっき言った同化ね、はい、作品と俺が同化してそのある意味アイデンティティを構築した自分がいなくなってるわけよあだからいかに無くなる幼稚園児に戻るみたいな感じのこう作品なわけよだから俺って価値がもうなくなってるみたいなわけようん、俺の気持ちの上だよねなるほどなるほど、うん、一つ価値を作れただからコンペとか入選してた価値を捨てて、うんうん、無くなる子供に戻ろうとしてる、うんうん、21歳みたいな感じだから、うん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 、俺の中ではさ俺このままでいいのか不安だらけっていうかさこれが正しき道なのかどうかも分からんけど、うんうん、とにかくやるみたいな感じでさ、うんうん、書いててさもうなんかちょっともうおかしくなったからもう家に引きこもってさもう何百枚もとりあえずもうまだ無垢じゃないみたいななんだ俺まだなんかこうなんかこう車に構えた気持ちが画面で筆圧に出てるみたいな筆跡に出てるみたいなまあそういうことずっとやっててさこんなんじゃダメだとか思いながらやっててだからそのうちでもねすげえもう何百枚とか書いてるとなんかちょっと分かってくるっていうかさある目なんかこうなるっていうかさその気持ちになってくるっていうことへ なんだこのタッチみたいな、うんうん、もうなんかちょっと来てるかもしんないみたいな、うん、なってきてへこれからじゃあ色塗っていこうみたいな感じで、うんうん、まあ、そっから最初モノクロで筆でボールペンとかいろいろ鉛筆とかで描いてたのかな、はい、そっからちょっと色をさクレヨンとかでまだ始めたりとかして、うんうん、でそれをまた今度構築してってでなんかちょっとこの感じなんか俺の気持ちもダイレクトに入ってるし、うん、なんか作品としてなんかすごくな何かこうわーっとこう出てきてるものがあって、うん、イメージと、うん、まあ葛藤しながらの苦悩しながら書いてるんだけど、うん、その思いがなんかこう伝わってる感じが、うん、なんかある種こうアウトサイダーアートとこうリンクしてくるっていうかさ、うん、部分がダイレクトさみたいなのがさ、うんうん、あこの伝わる感じってっていうのをすげえ大事にしなきゃと思って、うんうん、でそれで作品作りしてて、うんうん、で大学2年生の時に、はい、その池田正夫さんっていうのが大学院2年生の時に池田正夫さんが教授になるって話があって、お大学のそう俺が大学院、まあ、大学院しか2年までしかいないからさ、うん、もう最後の年に池田正夫さんが先生としても来るみたいになって、うんうん、で俺がもう作品ぶっ壊してるわけよ。そうですね。でそれが見せられるっていうのがさ、うん、すげえちょっと嬉しいなと思ってさ、うん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 、で、まあ、4月からなると思ってたらなんか2月かなんかに亡くなっちゃったんだよね。あなるって決まったんだけど亡くなっちゃって突然亡くなっちゃって、あれと思って、うんうん、でその後に池田正夫さんに作品は見せれないけど、うん、池田正夫さんが亡くなったから、まあ、池田正夫っていう作家を記念する池田正夫記念芸術賞っていうコンクールが立ち上がったんだよ。それが秋ぐらいにあって夏に応募があって、はい、いやこれはもう池田正夫さんに見せられないけど、うん、コンペで見せるしかないじゃんみたいな感じで、うん、でそれで作品結構作って、うんうん、でその作品を2点大きい作品作って、うんうん、でそれを応募したら、まあ、1200点ぐらいの応募の中でトップだったんで、ね、グランプリもらって、ね、でその時横尾忠則さんとか審査員だったりとかさ、有名な有名な絵描きさんとか、あと版画の有名な山本陽子さんとか、うん、そう吹田さんとかね、いろんな結構そうそうたる講師審査員の中で、はい、うん、なんか結構トップに選ばれてさ、うんうんうん、でそれでまあ、あなんか池田正夫さんにそのね、うん、自分のさつまんないからやめなさいから始まって、うんうん、ぶっ壊した先にそれを見せれた感じがあってさ、うんうん、で池田正夫さんの奥さんの山本陽子さんってあそもう審査員に入ってて、はい、なんか結構仲良くなって話してて、で池田正夫さんがついてた画商さんが俺の画商についてくれてさ、その後だからまあその卒業後からも展覧会をそこでやるようになって、そうなんかそういうなんかこう
不思議なこう流れがあってさ、なんかそれもなんかすごくこう導かれるような感じではあったというか、でもなんかその中ですごい俺はさこうすげえなんか必死になってると、必死にまあ俺すごい必死になってやるからさ、もう命かけてやるみたいな感じだったからさ、だから作品ごとにさ全然いい作品作らないと絶望するみたいな感じだったからさ、だからもう精神的にはめちゃくちゃ波がすごくてさ、もう完全に病んでてさ、そう、でもやっぱその苦しみっていうのでさ俺はすげえこう、まあ池田正義を撮った後とかも逆にプレッシャーがかかるっていうかさ、なんかいい作品作っちゃったからそれ以上超えた作品作ってないと全然俺的にはさもう感動できないんで、自分が書いてて感動できないっていうかさあってさ、もうなんかもうどんどんなんだろうな、もう白い画面見ながらずっと何時間も止まるみたいなさ、もうむしろ白い画面の方が美しいんじゃないかと思えてきちゃうみたいなさ、この何無限の可能性みたいな見えてきちゃうっていうかさ、でそんな悩みながらずっとこう、まあ大学でさもう酒を浴びながら書けんみたいな、書いたらむしろ可能性を汚してしまうんじゃないかぐらいの幻想、まあ、もうなんか思いまでなっちゃっててさ、でそうしたらまあその時のね、あの大学教授が来て、お前何飲みながらやってんだみたいな感じで来てさ、いやーなんかいや書くのが苦しすぎて、もうなんかその書くことでむしろ画面を汚してしまって、なんかこの無限の可能性をなんかこうなくしてしまうんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですよみたいな、そんなようなことを言ってたら、いやなんかそのなんかその純粋な苦しみをあのただ描きなさいみたいなことをなんかこう言われて、それがあなたそのもののなんかこう価値っていうかさ、それを人が見てあの感動するんだよ、何もないものではあの感動はないよって話、あなたをとにかく書き続けなさいみたいなことを言われて、そっかと思いながらさ、もうみたいな感じ苦しみながらも筆を進めるみたいなさ、ことをやっててさ、でなんかまあその苦しみとはっていうのがすごいそこにあって、俺なんでこんな苦しみ、だからいい作品作って大きい賞もらったりとかしても苦しみは消えないわけよ、純粋に表現してても、で本質的にその苦しむことに対してある意味なんかその自分の心と作品が同一化してるっていうふうに意識の中で、まあ、苦しんでるから苦しんでる作品がこう純粋な苦しみの作品が生まれてるっていう話なんだけど、俺このままいたら絶対し早死にするなって思ってて、だからでも作品を変容させていくには俺自身の心が変容していかないと、ダイレクトだからね、変わらない、だから絵を変えることは俺自身が変わらないと絵が変わらないっていうことに気づくっていうかさ、でそうなった時に、あ、俺をとことんまでにぶっ壊さなきゃ、絵をぶっ壊すじゃなくてまず俺のそのものをぶっ壊さなきゃダメなんだっていうことに気づくんだよね、でその時から、とにかくもう俺がなんだろうな、俺っていうこだわりの中のその囲ってるものをどんどんぶっ壊そうと思って、で俺は人前に出るのが大嫌いだし、え、そうなんですか、そうそう、だからもう引きこもって絵描いてるのが好きだからさ、だからもうなんかある意味なんかそこもなんかそういう風にそこが苦手って思ってることが俺の自身の思い込みの制限であって、だからそれがもう絵に反映するっていう、だからもう全部だから苦手なことをまずやろうみたいなぐらいの勢いというか、自分を壊すという、そうそう、だから割とすごい価値もさこだわりが強いからさ、あんまりこう狭い価値しか受け入れない人間だったんだけどさ、いやもっと広く考えられるなんか自分をどんどんぶっ壊しまくることをさ、もういろんなことやり始めて、でまあ瞑想とかもすごいたくさんいろんな瞑想やったりとかもしたし、あと人前に出る音楽は音楽のこととかジャネンズっていう音楽の枠も、やっぱり自分を壊すための活動だったの、あ、そうなんですか、完全にだから人前に出てさやる式をやるとかさ、はい、俺昔の俺じゃ考えられないから、で逆に やるみたいなさ、でもそうするとすげえなんかもうほんとストレスっていうかさ、なんかもう嫌だ嫌だ思って、でもその嫌と向かい合うっていうかさ、それってなんだみたいなさ、その思い込みってなんだみたいな、
俺が作って嫌と思い込んでしまってるだけじゃねえかみたいなさ、うん、そういうのさ、うん、もう日々問いかけながらさ、うん、それを繰り返してってさ、うん、そう、でもそのうちやっぱ慣れるもんじゃん、やっぱそういうの繰り返してると、はい、うん、ただまた自分が開くわけじゃん、なんか、うん、そうするとまた作品の価値も変わるっていうかさ、うん、あそこになんか面白みを感じてくるっていうかさ、あ、自分の変化をある意味観察して、あ、自分って変わるんだ、面白いみたいな、そう、そうそう、で作品の色合いも変わったりとかさ、あ、やっぱそ、絵にも反映されるんですね、全然反映されるし、それがなんか自分の中です、すごく変化が面白いっていうふうに思ってさ、でそれでそう考えていくと、なんかそもそもなんだろうな、俺の中で思ったことが、絵っていうことに執着してる、俺が絵と同一化してるっていうことの執着そのものがいらないよねっていう感じになってくるんだよね。だからさ、あの、もうもっとそこにもっと自由になっていいんじゃないかってさ、こだわってきて、はい、で絵を手放しちゃうんだよね。あ、そうなんすか。そうそう、だからもうそういうことじゃないっていうか、人生そのものをなんかこう、うん、アートな感じにしていくっていうかさ、そう、だから音楽活動もそこにすごく変わってるし、あの、まあね、結構それなりにさ大きい賞もらって、画商さんもついてさ、大きいね、いろんななんか出して評価もされてたものをさ、もうやめますみたいな感じでさ、あ、ちょっともう今絵飽きたんでやめますみたいな感じでさ、こう手放しちゃって、そう、でもある意味それってさ、俺一回そのモノクロの絵を手放してるわけじゃん、だからさ、あとはまた必死に作っていけば何かが生まれるっていうことをさ知ってるからさ、その経験、その一つのそういうちっちゃい自分で作ったアイデンティティなんかさ、もうそれぶっ壊していいって言う、まあ俺は壊し続けるっていうことが俺のアイデンティティに変わっていくみたいなことがすごく自由自在っていうかさ、なんかそうあることがなんかすげえ俺の中でなんかこう人生の中で体験すべきことみたいな風に思えてきて、もうあらゆることをなんか、まあもうハマって集中するのはもうやり続けるし、飽きたら手放してまた次の楽しいことに集中するみたいなさ、なんかそんなような、なんかあえてなんか誰かの期待とかそういうもので動かないっていうかさ、あ、そう、それって俺の人生じゃない、なるほど、だから絵だってめちゃくちゃ評価するから、なんでやめちゃうのってめちゃくちゃ言われる、まあ、そうですね、れですよ、あれが良かったからまだ続けてりゃ良かったのにとか言われても、別にそれはさ、その人の考えであって、その期待であってさ、俺の意味は別に関係ないっていうかさ、俺の人生の時間っていう意味では全然別に、俺の過ごし方が一番神秘だしっていうふうに思えるようになってきて、そうそう、結構究極な、小学校からある意味俺はもう絵で生きていくぜって思ってたのに、そうそう、それを手放して、だから逆にだから人生そのものが絵に変わったって話、だから俺はその視点がそこなんだよね、なるほど、うん、だから、なんか絵を描くような感じでこの人生を見てるっていうところがあって、そうそうそう、だから視点の違いって、だから別にだからハイザイエコビレッジっていうプロジェクト自体も、うんうん、ある意味自分の中のなんか、あの、人生の絵を描く中の一部っていうかね、そう、だから、ね、視点としてはね、基本的にはなんかその内なる心を見てるっていうかさ、うん、なんか、うん、なんかそう考えると俺はすごく自分はエゴイスティックだなって思うことがあって、うんうん、はい、俺ばっか見てるところがあって、俺の心の中の変化の世界を何か感じるっていうことをなんか、でそれをなんか表現として消化するっていうのが俺の役割っていうかさ、うん、なのかなっていう、そこにすごく興味がいっちゃうからさ、うん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 、そう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 、今も結構こう物とか作ったり、今日はこれしようみたいな時に結構その自分の心みたいなものを結構こう重要視してる、そうだね、なんか、うん、あとなんだろう、全体的な大きな表現みたいな感じなんだけど、すごい心の方をなんか見てるかな、だから心の中の世界が表出した世界がここにあるとか、万華鏡だったりとか、うん、まあ、うんうんうん、ハイザイエコビレッジのプロジェクトだったりとか、うんうん、そのジャネンズの音楽だったり、はい、まあ、今グダグダのね、あの塩塗りも一つだね、あれは羞恥心の解放っていうテーマ、恥ずかしいってなんだ、あれに恥ずかしいっていうことの不自由さっていうかさ、はい、恥ずかしいからできないって一つ不自由さじゃん、 そうですよね、それがなくなるとすげえ自由なんじゃないかみたいな、新たな自由へのなんか、はい、あれっていう形で今そこにちょっとね
遊びでやってんだよ。ああ、そうなんだ、やってみて。じゃあ、ある意味こう虫食ってそう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 、なんか同じ、そう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 、うん、俺がやりたいのってそこってさ、なんかコンセプトはね、そう考えると一貫してんだよ俺って。ああ、本当だ、一貫してるでしょ。だからその、うんうん、モバイルハウスのプロジェクトってやっぱ、うん、一つの常識ね、住まいのあり方の考え方のさ、うんうん、チェンジっていうかさ、うんうん、そう、そう逸脱っていうかさ、本当だ、そう、だからビストロ山もそうだし、うん、グダグダもそうだし、うん、そう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 、こうある意味こう当たり前とか常識をぶっ壊した先に何かあるよ、ね、そう、何かをそこで感じる人がいるっていうことがアートっていうかさ、そういう感じで思ってるっていうかさ、そうそうそう、それってやっぱし飛龍さんがその自分が手放したりぶっ壊した先に新しいものが見えてきたっていうのをこうある意味他の人にも体験してほしい、そうだね、うん、そう、何かそのなんかきっかけの種みたいのを、うん、まあ、期待、でも結局本人次第なんだけど、はい、でも何かを感じさせるっていうのがアートの力だからさ、うんうん、そう、何か作品を見て何だろうこの思いっていうかさ、それを感じさせるのがアートだからさ、だから俺はその人生そのものの時間の中でその表現することをしてるっていうかさ、そう、だからこのアイザック・ブリッジのね、この建物もそれも一つだし、そうそう、だから割とそういうだから脳みそのなんか、なんかこうやりたいことってそこにあるっていうかさ、うん、なんか割とそのアートのなところに、うん、で、うん、人生を見てるっていうところがあるんだよね。もしかしたらじゃあ変な話、ゆるゆるとか今のそのコンセプトもどっかでこう手放すタイミングが来るかもしれない、来るかもしれない、うん、かもしれない、うんうんうん、それは全然あり得るっちゃあり得るっていうかさ、うんうんうん、そうそう。